みんな生き延びられるか。 また来てくれよな。いや、行くとしよう。 行くとしよう。 あいつら、俺の同期は巨人に勝てますかね。はあ？敵外調査ってのはな、いかに巨人と戦わないかにかかってんだよ。しっかりしろよエレン。これから俺たちは団長公安の小距離索敵陣形を取る。かかってる方が先方の兵が索敵伝達を行い、陣形全体で巨人との接近を避けて進む。ただし行動が予想できない飛行士に対しては戦闘が必要だ。 今は隊列を乱すなよ。長距離索敵陣形展開。 じゃあなアルミ、 巨人と出くわしてもちびんなよ。 陣形を保持しつつ目標地点を目指す。巨人はどこにいるかわからん。慎重に進め。 新兵、しっかりついてこいよ。 ビビって遅れるんじゃねえぞ。 行く。 続けて鉢合わせるとはついてねえ。
的の取りこぼしか。幸い数は少ないようだな。他にも巨人が隠れてるかもしれねえ。注意しろよ。なんでこんなに巨人が出るんだ。数も多くなってきてるぜ。ったく、索敵班は何やってんだよ。こうも巨人に出くわすとは。何か起こっているのか。まさか索敵が機能してねえのか。見ろ、縁談だ。すでに陣形が乱されているらしい。新兵、他の班に口頭伝達を頼めるか。他の班を見つけたらそのまま合流しろ。これを持っていけ。絶対に死ぬなよ。行く。巨人が出てくるなんてな。座学で聞いてた話と違うんじゃねえか。うちは後だ。まずはここを切り抜けるぞ。お前、なんでここに。まあいい、手を貸してくれ。ライナー任せた。俺も行くぞ。助かったぜ。陣形の中でこの状況は異常だろう。もっと周囲の情報が欲しいところだが。おい、縁談が上がったぞ。あっちにはアルミンの班がいるはずだ。よし、縁談の方へ行ってみるぞ。加勢が必要かもしれん。あっ、やっ、当てた。陣形が乱れちまってるようだな。悪いな、新兵。しかし巨人が多すぎるぜ。もっと討伐しといた方が良さそうだな。俺たちは後続の班に合流する。お前も無茶すんじゃねえぞ。あの縁談、助けが必要だな。また巨人が現れたら、こいつが役に立つかもしれんな。我々は後続の班が来たら一緒に移動する。君は先に行ってくれ。助かったよ。この辺りは巨人が多い。もっと数を減らしておかないと。まずそうだ。私たちは後続の班と合流して移動する。君も気をつけて進め。無茶はするなよ。
戦してんのか。まずいな。片付け。シンペ、いいところに来た。加勢してくれるか。助かったよ。巨人が予想以上に多くてね。こいつで様子を見ておくことにするよ。私たちのことは心配無用だ。後続の班が来たら合流するからさ。苦戦してんのか。まずいな。ダン、お願い、手を貸してほしいの。よっ、行く。はっ、よっ、はっ、よっ。すごい。ありがとう。私たちにはこれがあるから、しばらくここに留まってみるね。するから大丈夫。あなたたちは先に行っててね。拠点はここだ。急いで立ててくれ。殺さないのか。顔を確認した。アルミン、おい、立てるか。とにかく馬に乗れ。あの縁談、右翼側から上がったのか。あいつが来た方向からだ。まさかあいつが巨人を率いてきたのか。なんであんなところに巨人がいるんだよ。飛行士か。いや、違うんだ。あいつは巨人の体をまとった人間、エレンと同じことができる人間だ。始末。あのイーケズした巨人が人間だと、どういうことだ。あいつは人を殺すために殺す。風だけど他の巨人とは本質が違うんだ。超大型巨人や鎧の巨人が現れた時、大勢の巨人を引き連れてきたのもきっとあいつだ。
あいつの目的は一貫して人類への攻撃。誰かを探してるのかも。もしかしてエレン。エレンだ。だがエレンならあいつが来た右翼側にいるはずだろ。僕の企画紙には右翼前方と書かれていたけど、そんな前線に置かれるわけはない。じゃあエレンはどこにいるってんだ。この陣形の一番安全なところにいるはず。だとしたら中央の後方あたりかな。そんな複雑な話、口頭伝達じゃねえと無理だ。それより俺たちで奴を足止めした方がいい。司令班が潰されれば陣形は崩壊して全滅だ。俺たちで奴の気を引いて時間を稼ぐしかねえ。倒す。すごいよ、その調子だ。よし、少しでも長く時間を稼ぐぞ。ただし無理はするなよ。あいつには本当に知性がある。みんな気をつけて。了解だ。やつか。時間を稼ぐぞ。ただし無理はするなよ。あいつには本当に知性がある。みんな気をつけて。おーやっ、はっ、刃をぶち込まれていか。また巨人の群れが。やっぱりこいつが呼んだのか。倒す。やった、奴の動きが鈍くなったぞ。よし、次は十分だ。急いで離れるぞ。そんな。
なぜあっちは中央後方、もしかしてエレンがいる方へ。